このマリオパーティー10ってのがさ、もともと入ってたんだよね、Wii に。これダウンロードソフトなのよくある、ね、今のスイッチでいう SD カードに入ってるタイプだよね。遊んじゃう？おー、マリオパーティー10、イエーイ。ついに2桁ですよ。おー、マリオパーティー。なんかね、なんかこれね、やったことがある気がする。なんかうちでやっ、これの持ち主のヨッピーの持ち主のところで、やった覚えがあるな。ね、普段ね、Wii 使って遊んでるわけですけど、今回はですね、ヨッピーさんの Wii でね、入ってたマリオパーティーでを遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。クッパパーティーやってみてえな。やるか。あれ？ん？どうやってやんだ？ゲーム、え、あ、リモコンが、センサー、アミーボー。これか。クッパパーティー。周りに人がいないか物がないとかって思うんですよ。ストラップをつける。あ、ウィリモコンこれ、じゃあ、プロコン外すか。プロコン外しました。というわけでね、今の人数を確認します。天候番号 !1! というわけでね、一人で遊んでいこうと思うんでね。はい。一人。クッパで遊ぶ。マリオチームで遊ぶ。俺ね、ちょっとね、こうやってね、なんか、群れてる人たち見るとね、やっぱね、羨ましい反面ね、ちょっと憎いと思うんですよ。クッパで遊ぼうと思います。クッパで遊ぶか。ここから先はゲームパッドを使います。ね、ゲームパッドを持ち、OK。あ、じゃあゲームパッド。じゃあゲームパッドを持って、よいしょ。ゲームパッドで遊ぶんだね。Wii U のね、いいところってゲームパッドがあるところだからな。ちょっと待ってね。よし、OK。おー！いやー、こういう感じか。あ、敵のコンピュータ強さ選べんだ。へー。達人！先生が来んのかな？達人って書いてある先生かな？というわけで、こんな感じでやっていきたいと思います。見て見て、右下。達人って書いてあるけど。先生が来んのかなこのゲームのな。やってみるか。じゃあ、次へ。あ、ワクワクパーク。おー。このマリオパーティーを俺一人でやんのが。なんかそういう人俺のファミリー見た気がするわ。おー、これが、B パーティー U。ワクワク、なんか昔やった覚えはあるんだけど。ちょっと待って待って。あ、見えないのか。ゲームパッドの画面みんな見えないんだね。ゲームパッドに今ね、クッパ映ってます。すげえ、ゲームパッドの画面が見せれねえのか、これ。クッパでかっ！え、この作品クッパでけえな。何すんだっけ？確かね、そうだね。砦に着くとハートが、普通のマリオパーティーと違ってスターを集めるとかじゃないんだよね、確かこれって。クッパパーティーの場合。なんか普通のモードもあるっぽいけど。ね、今回は確か、相手がゴールする前にクッパが追いつくんじゃなかったかな。いやー、そういう感じで。なんかサイコロとかあるんだよね。なんか俺のゲームパッドなんもないけど、俺のゲームパッドなんかクッパが手が映っとるわ。あ、特に何もなしで。じゃあみんなが、進んでいくのを追いかけて、ハート6を削るって感じですね。おい、ちょっと6出すなよ、ちょっと。お前普通だろ。ガンガン行くじゃん。そう、クッパどんどん小さくなってくるんだけど。クッパみんなちょっと待って、みたいになってんだけど。これ追いつけんの？強いの、ドンキー2。そしてね、あ、プラスサイコロ。あ、サイコロ手に入るんだ、いいなぁ。あー、123、ゆっくりサイコロ。あったあった、こんなの。いや、懐かしいなぁ。なんか、一番やったマリオパーティーはね、3だったかな、なんか。なんか、仲間をつけて、なんかね、仲間とか連れてね、前の人に体当たりするみたいな、そういうのがあったんだよね。64で。123。さあ、13マス、追いつけるか。いきます！クッパ、スタート ZL を振り上げ、持ったまま。周りに気をつけてプレッシュください。暗い。ほら。暗い。ほら。じゃあ行きまーす。行くぜ！うい！振り上げると、3、3、3、4。なんでや？なんでや？おー！でも13マス。いけるんじゃないか、これ。お、いけるんじゃないか。行くぜ！なるほどね。おー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 。
なになに、ぐるぐるハンマー、クッパでぐるぐるハンマー。クッパ側の操作だね、これは。プレイヤーを L スティックで追いかけてハンマーで攻撃。なるほどね、単純明快ですね。いきまーす。どっちの画面がみんな映るんだろうね。ゲームパッドの、ゲームパッドの画面はこういう感じなんだ。クッパ視点だわ、完全に。クッパの主観視点。ただ、みんなから見えるのはそっちだね。主観視点だからやりやすいな。オッケー。行くぜ！あ、遅っ！あ、回るの遅いね、意外と。この回転速度が意外と、あ、ずっと押してると速くない。ちょっと待って、この野郎。弱いコンビが足引っ張ってんぞ。達人落とすか、達人潰すか、達人、あ、くそ、お前ら何固まってんだ、お前ら固まってんな。達人のライフが2割減ったね。よしよし、いい感じじゃないこれ。達人がちょっとね、このゲームに関して肝になってくるからね。もう 2割減らしてくるの、でかいの。こうやって続けて、クッパ怒りモード、何何、怒りモードなんか発生した。こうやって続けていって、敵が全部ゴールする前にライフを全部削るってやつですね。ただ向こうにも回復とかあるっぽいから、そう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 、これだ、言った瞬間出てきたわ。わかりやすくみんな出てくれたね。ちょっとあんまりだな今の。今のもう回復してくれてもよかったの、動画的にね。いや、ちょっと恵まれないんじゃないの君たち、コマに。これ追いつけるよ、これクッパ追いつけるでしょ。うん、いや、いいな、クッパ側のね。まあ、いただきストリートとかでもそうなんけど、やっぱこの手のやつってさ、敵の出目がいいとか結構あるからな。意識しず、なんか、意識しすぎないように作られてるっていうのは丁寧だよね。まあ、楽勝でしょ。行くぜー、あー。おいくつ進むんや。6、3、5に終わったじゃん。行くぜあー、来た、行けクッパ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 、行くぞ。おーおーおお、クッパ怒りモードやで、こうなっとる。キラースロット、あ、これなんかね、やったことある気がすんな、これは。あー、こっちの画面は本当にタッチか、なんかね、この押したボタンのやつが出るから、あんまりこれね強くない気がすんだよな。達人は開いて受けるだろうしね、結構向こう避けれるんだよ。このスロットで出た目のところにキラーが飛んでくんだね。まあ、僕の画面は多分全く面白くないです、僕の画面。スロットがあるだけです。いきます。ほんなら適当に押す方が早いよ。目押しするより適当に押してて、適当に押してった方が早いよ。いやーでも、あんまり稼ぎねえな。ロゼッタあと1じゃねえかよ。ロゼッタあと1だぞ。お、やった、達人落ちた、達人落ちたのやばいんじゃないの、達人落ちたよ。あと強いと普通だよ。意外とみんな当たるんだな。逆だとどうなってるかわかんないけど。さあ、ドンキドミです。ドンキドキのぎょ、ドンキドキのぎょ、あ、ちょっと待って、みんな。え、そんな難しかったっけな、このゲーム。ちょっと待って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 。こんな最速で終わってどうすんだよ。最速じゃねえかよ。嘘だろ。最速で終わっちまった。クッパがスターを手に入れるっていう。ちょっとまだマップいっぱいあったぞ、こうしてみたら。ちょっと結構あったぞ、マップ。おらー、もう、バッタンすらいけてない。36マスで2体。ダメだよ、そんなことしたら。情けないな、お前ら。なんだよ、これ。あっという間に勝負ありを達成。まだ実績解放してないのあったんだね。